今日はこちらの光る潜水艦のカードを作ります。フラップを持ち上げると潜水艦の窓が光ります。こちらのスタンプと台を使いました。こちらのペーパーと2ミリのフォームシート、耐熱アセテートシート、トレーシングペーパー、シルバーのフォイルペーパーなどを使います。オレンジのチビトロニクスと銅箔テープ、3ボルトのコイン電池を使います。カードのベースになる台紙を準備します。パターンペーパーは 4.25 インチ角にカットします。カードの表紙を一番大きなフラップの台でカットします。水色のカードストックを一番大きなフラップの台でカットし、スコアラインから4分の1インチのところでカットします。パターンペーパーをフラップの台と波の台でカットします。フォームシートとシルバーのフォイルペーパーを大きいフレームの台でカットします。黒のカードストックを細長いラベルの台でカットします。その他にトレーシングペーパーとプルタブパーツ、スイッチパーツを準備します。ミスティにコピー用紙を置き、黒のラベルのパーツを仮止め用のテープのりで貼り付けます。センチメントをバーサマークで押し、白のエンボスパウダーでヒートエンボスします。白のカードストックに潜水艦、ダイバー、提灯アンコウ、ロブスターのスタンプをメメントで押します。コピックで色を塗ります。
潜水艦の窓をクラフトナイフで切り抜きます。コーディネート台を使ってカットしておきます。水色のカードストックとアセテートシートのプルタブを貼り合わせます。端から2分の1インチのところで折り曲げます。フラップのスコアラインから4分の1インチのところに線を引きます。左端から8分の3インチのところに先ほどのプルタブパーツを貼り付けます。回路用の白のカードストックを重ねてフラップの輪郭の部分を鉛筆でなぞります。フラップを開けた状態にしてプルタブパーツの輪郭をなぞります。フラップを閉めてプルタブパーツの先端に印をつけます。プルタブパーツの輪郭の真ん中に線を引きます。フラップを開いた時のプルタブパーツの先端のところから2分の1インチのところに線を引きます。スコアラインから4分の1インチのところにも線を引きます。先ほど引いた3本の線のところに幅1ミリのスリットを作ります。4.25 インチ角のパターンペーパーを表紙に重ねてプルタブパーツの位置に印をつけます。潜水艦を置いて窓の位置に印をつけます。スコアラインから4分の1インチのところに印をつけます。潜水艦の窓の部分をクラフトナイフで切り抜きます。プルタブパーツの印の部分もクラフトナイフで切り抜きます。切り抜いた穴からはこのようにプルタブパーツを通します。回路用の台紙に重ねて窓の部分に印をつけます。印の部分にチビトロニクスのマークを書き込みます。電池を置く場所にも印をつけます。鉛筆で回路を書き込みます。マイナス側の回路はスリットの上端を通るようにします。電池の位置に両面テープを貼っておきます。鉛筆で書いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。Thank you.
チのところまで来たら両面テープの剥離紙を剥がし、漂白テープを両面テープの上に貼り、少し折り返してカットします。プラス側の漂白テープは両面テープの上には貼らずに、少し余分を残してカットします。電池をプラスを表にして両面テープの上に貼り、プラス側の漂白テープを電池の上に貼り付けます。オレンジ色のチリトロニクスを印の上に貼り付けます。スイッチパーツを作ります。正方形の紙を半分に折り、スリットに差し込みます。スイッチパーツをスリットの上の端に置き、台紙側に貼ってある漂白テープの位置と同じ位置になるように、スイッチパーツの上に漂白テープを貼っていきます。スイッチパーツをスリットに戻して電気がつくことを確認します。2分の1インチ角のカードストックに両面テープを貼り、スイッチパーツの裏に貼り付けます。チビトロニクスの上に漂白テープを貼って補強します。表紙を作ります。パターンペーパーの表紙の上に潜水艦のパーツを貼り付けます。潜水艦の窓の裏からトレーシングペーパーを二重にして貼り付けます。水色の表紙とパターンペーパーを重ねてダイバーのパーツを貼り付けます。大カットした波やちょうちんあんこう、ロブスターのパーツをフラップの上に貼っていきます。フラップの内側にもう一枚のフラップのパーツを貼り付けます。フラップの周りにリング状のフレームを貼り付けます。
表紙にセンチメントのラベルを貼っていきます。表紙の裏にパターンペーパーのパーツを貼っていきます。プルタブパーツをパターンペーパーの穴に通して貼っていきます。カイロを貼った台紙の方にフォームシートのリングパーツを貼っていきます。台紙の周囲に薄いフォームテープを貼っていきます。プルタブパーツの両脇にもフォームテープを貼ります。プルタブパーツの先端2分の1インチのところまで両面テープを貼ります。スイッチパーツをスリットの一番下に置き、プルタブパーツの両面テープの紙を剥がして、表紙と回路用の台紙を重ねます。プルタブパーツの両脇をフォームテープで貼り付けます。完成した表紙の裏に両面テープを貼り付けます。完成した表紙を2つ折りにした水色のカードストックに貼り付けます。完成しました。フラップを持ち上げると潜水艦の窓が光ります。光る潜水艦のカードの作り方、分かりましたでしょうか。蓋を開けると光る仕組み、いろいろ応用が効きますので、ぜひチャレンジしてみてください。